こんにちは私はキリスト兄弟団仙台教会牧師の中田元というものです聖書を拝読いたします新約聖書マタイの福音書7章24節からですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はみな岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます 雨が降って、洪水が押し寄せ、風が吹いて、その家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って、 洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。ここに2人の人が出てきます。賢い人と愚かな人です。賢い人は「終イエス」に聞いて従う人です。愚かな人は「終イエス」に聞いて 従わない人です。違いは従うか従わないかです。イエス様の言葉を聞くだけではなく、それを行うことが大事なのです。そして、大事なのは土台です。建物はいくらでも見栄えよくすることができます。けれども、 土台が堅固なものに支えられてこそ洪水が押し寄せても倒れることはないのです岩の上に家を建てることは結構大変なことです深く掘り下げて基礎工事をするのですから時間も体力も費用も余計にかかります賢い人の家は人も羨む 特別な豪邸とは言われていません普通の家だったのでしょう賢人は頭脳明石で特別に優秀だったというのでもなく普通の人でしたしかしただ一点土台がちゃんとしていなければならないという視点がありました東京の帝国ホテルは 大正12年に4年間の大工事で完成しました。ところが、このホテルを建てた4年間のうち、基礎工事をするのに半分のほぼ2年間かかりました。いろいろ非難されました。どうしてあんなに多くの時間やお金を投資して、基礎工事をするのか、外国人の、 フランク・ライトに任せたのは大失敗だと非難されました結局基礎工事で丸2年かかり残りの2年で他のすべてを建て上げましたこのホテルは大正12年に完成しました完成してからも帝国ホテルは無駄なお金を多くかかって建てられた建物だと 酷評されましたところがこのホテルの建てられたこの大正12年に関東大地震が起こりました周辺の多くの建物が崩壊し火災に見舞われる中この帝国ホテルはほとんど無傷で変わらぬ雄姿を見せていましたそれ以後 世間から注目されフランク・ライトという名前も日本建設界では神話のように伝わるようになったのです基礎がどれほど大事であるか帝国ホテルは私たちに示しています人生という建物で何が大切でしょうかそれは、 イエスの言葉を聞いて行うということです聖書の御言葉通りに実践し生きることなのです私たちが日常生活で御言葉を実行するのは岩を掘り下げるぐらい非常に忍耐がいるものですある一人の金持ちが毎日何もしないで贅沢な日々を過ごしていました 彼の体はだんだんと衰弱し食欲も減りました近くの医者に相談すると「うーん別に悪いところはありませんけれどもあなたは生活習慣を変え生活の仕方を変えて仕事をしたり適度な運動をするようにしなければならない」と忠告されましたしかしこの金持ちは このアドバイスを無視してブラブラと遊んで暮らすことを金持ちの特権のように思っていました彼は贅沢な暮らしを続けていましたそして彼の健康状態はとても悪くなりいよいよ生活が不自由になってきましたそんな頃400キロ離れた町にメイがいると聞いて 彼は手紙を送っていくらお金もかかってもいい治療してほしいと頼みましたするとその医者からこういう返事が来ました「あなたのおなかの中に恐ろしい虫が発生しているからすぐに来て治療を受けなさい」「ただし乗り物に乗ることは病気によくないので必ず歩いてきなさい」 食事は十分節制するように。金持ちはこの名医の言葉に従って家を出ました。毎日12キロから15キロぐらいゆっくり歩いていくうちにいつの間にか気分は爽快になり食欲も増してきて400キロ離れた医者のもとに着いた時には健康は完全に 回復していました医者は彼を診察しうーんあなたのお腹の虫は旅行中の適度の運動と食事の節制のためすっかり死滅してしまいましたと言いましたこの金持ちは医者の言葉の通りにその後も運動と節制に注意を怠らなかったので長生きしました さてこの金持ちはなぜ健康を回復することができたのでしょう医者に言われたことを聞いて行ったからです聖書の9この言葉で大切なことはイエス・キリストの教えを聞いてそれを行うことなのです26節では私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆 砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができますとあります砂の上に建てるなら簡単に地面が掘れてコストダウンになりますしかしこれは明らかな手抜き工事です何にも起きないうちは問題はないのですでもひとたび想定外のことが起こってしまうと大変です結局 家は流されてしまって大損でした家だけならまだいいのですが命まで失ってしまったら元もともこもありません岩の上も砂の上の家も天候が良い時には何も変わりませんちゃんと建てられよく機能し老うに遜色はありません神の前には 賢い人人人もも、も愚愚かかななな順調な時は変わりありあません。愚かな人も元気です。しかし厳しい試練に襲われると違いがあらわになるのです愚かな人は将来のところ慎重な場所を選ぶべきでしたでも砂の上を選んだのは手っ取り早いからです早く結果を見たい待てないのです 自分の生き方や自分自身をこれで本当に良いのかと深く変りみることをしませんでした真面目な人この人は普通の人ですただ一点目に見えないものに対する視点が愚かな人にはなかったのです人生の手抜き工事だけはやめましょう神の言葉 聖書の言葉に目を,ためて目を止めて実行するものになりましょう。 元気ですか大阪府の北部にあります山猿や紅葉また滝で知られる町箕面市の美濃小イノニアキリスト教会牧師増田博士です私は新約聖書「ルカの福音書」を少しずつ見てきておりますが今回はこの「ルカの福音書」の第12章1節から3節をご一緒に見ます。テーマは偽善 偽りですですはまず「そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった」「イエスはまず弟子たちに話し始められた」「パリサイ人のパンダネすなわち偽善には気をつけなさい」「覆われているもので表されないものはなく」 隠されているもので知られずに済むものはありませんですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのです冒頭一節を見ますと数えきれないほどの群衆が主イエスのもとに集まってきたようですが それをご覧になった主は、まず弟子たちに話し始められたと書かれています。ですからご一緒に考えます偽善偽りということは信仰者つまりキリスト者にとって大変重要な注意すべき事柄の一つであると言えます。一体、 私あるいは私たち人間は何を偽るのか、まあ、日本の社会では昔から「建前」と「本音」と言われたりまた「表」と「裏」と言われたりします。本当のこと真実を隠してしまうごまかしてしまうなぜか「まあ、見栄を張る」という言葉もありますけれども。 まず私たちは周りの方々に対して偽ろうとするあるいはまた自分に対しても時に偽ってしまうけれども多くの方はあまり自覚をしておられないとしても実は第三に私たちは神様に対しても偽ってしまうそのようなものであります。 なぜでしょうそうですねいろいろな理由があるかもしれませんがまず第一は自分を守りたいいのでではないでしょうか恥ずかしかったりあるいは劣等意識があったり自分の弱さそういったものをなかなか認めたくないあるいは周りの方々に見せたくない知られたくない。 それは損だ負けたくないというそのような理由があろうかと思います。あるいはさらにいやそうではなくてもっと自分を良いものと見せたい周りに認めてほしい評価を得たいそれはすなわち損ではなく得につながる。 そしまあそういったことのゆえに私たちはしばしば意図するかあるいは意図せずとも自らを偽ってしまうすなわち偽善という罠にはまるのではないかと思いますね。危険ですでも「主イエース」は2節と3節を通して「 私たちがどんなに偽りをしたとしてもそしてその時は周りを騙せたとしてもあるいは自らを欺いたとしてもいつかそれは必ず真実本当のことが明らかになるよとおっしゃっています。まあ、それがこのの世界の自然ではないか しかしなかなかそれがばれないとしてもですね実はいつか必ず神様ご自身がその隠されている本当のことを明らかにされるんだと言われています。ある方々にとってはそれは心配の種不安恐れにつながるかもしれませんがですから私たちは そのことを忘れずに日々の歩みの中生活の中で真実でありたい正直に生きたいと願われませんかそのことが真実に正直に生きるそのことが実は偽善偽りに対して避ける最善の方法。 あるいは偽善に対して勝利する一番良い手段と言えます語る言葉においてもまた私たちの行動そのものにおいても私たちは本当の偽りのない正直な物言いあるいは行いに 努めたいまた毎日の生活のすべての場面で私たちはありのまま正直に生生活しききていきたいたそれはただの願い希望ではなく現実の場で私たちが神様を覚え神様を信頼する信仰を働かせてそのように努めていく必要が ないでしょうかもちろん簡単ではないと思います困難があるかもしれませんけれども神様がおられますそしてこの神様は私の私たち人間の弱さやまた恐れや心配や不安をよく知っておられてそして助けてくださる確かに導いてくださるお方です。 ですから私たちは安心してありのままの私をたとえ周りが評価しなくてもあるいは評価してもそういったことに一喜一憂する以上に神様に対して正直真実に日々を生きていきたいそれが私たち自身のためであり また私たちと関わるさまざまな方々の本当の益につながる生き方であるということをまず主イエスは信仰者あるいはこの主の弟子である一人一人に上から目線の命令ではなく友としてアドバイスをしてくださっていると受け取っております。 私もまたあなたも様々な現実の中で生きるそして弱さを覚える存在であったとしても主は共にいてくださいますそして私たちが真実に生きるその姿を多くの方々の益に用いてくださるお方ですどうぞそのことを忘れずに努めて参りたいと思います祝福がありますように こんにちは日本同盟キリスト教団東岡山キリスト教会の中尾と申しますえ今日はヘブルの13章1節2節から愛することをもてなすことと題して、えー、皆さんで見言葉を味わっていきたいとそのように思っておりますそれでは ヘブルの13章の1節2節を朗読させていただきます兄弟愛をいつも持っていなさい旅人をもてなすことを忘れてはいけませんそうすることである人たちは知らずに見つかりたちをもてなしました聖書をおもしろいの方は1節を見てください 兄弟愛をいつも持っていなさいとあります一節は愛することを教えています愛するというのはですね何度も聞いた内容です何度も語られているので歴史的に教会では軽んじられているのがこの愛することです 皆さんの教会ではどうでしょうかもう毎月のように、えー「互いに愛し合いましょう」そのようなことを聞いているのではないでしょうか。そのような私たちに対して神様は今日の箇所を通して「互いに愛することを軽視してはならない」と教えているわけです。では私たちはどのように互いに 愛し合ったらいいのでしょうか聖書で互いに愛するとはどういうことを言っているのでしょうか今日の箇所は具体的に愛するとはどういうことなのかを私たちに教えているわけですそれは何か人をもてなすということです次にもてなすということは どういうことなのか、えー、共に考えていきましょう二節を見てください二節にもてなすとありますこれは見知らぬ旅人を客として迎え入れることですまあ、よく教会で聞きますよね見知らぬ旅人を客として、えー、迎え入れなさいまあ、聖書はそう言っています でなぜ聖書は見知らぬ旅人をもてなすことを何度も言っているのでしょうか皆さんはどう思いますかこれには当時の背景があったようです当時のクリスチャンは多くの旅人を家に招く習慣があったんですだからまあ 二節で見知らぬ旅人をもてなしなさいと言っているわけですどうして多くの旅人を家に招くことが多かったのでしょうか初代教会のクリスチャンは一般的な宿泊所をあまり持ちなかったということですねそれは当時の宿泊施設が道徳的に問題があったからです 売、ま、春、あ、などが行われていたのということでしょうか詳しくは分かりませんそのためにキリスト社は礼拝に行くためにエルサレムにやってくる人々を家に招いてもてなすようになりましたまあそれが背景だったわけですね。節節をを見てください2節を読みます 旅人をもてなすことを忘れてはいけませんそうすることである人たちは知らずに見つかりたちをもてなしましたとあります、えー、先ほどもてなしについて紹介をしました二節に出てくるもてなしとはどのようなことをイメージしているのでしょうか二節が イメージししているもてなしとはアブラハムのもてなしですアブラハムは旅人を見た時に旅人は神様から使わされた人だと考えて彼らをもてなしました旅人や見知らぬ人が全員見つかりだと言っているのではありません、まあ、誰に対してもその人が 神様から使わされたただととと思っててアブラハムはもななしたということなんですではアブラハムは具体的に旅人に対してどのようなことをしたのでしょうか自分が旅人であった時の経験を生かして最高のもてなしをしているわけです。そのことは創世紀の18章に出てきます。 旅人は喉が渇いていました。疲れていました。お腹が空いていたんですね。そのために、元気を与えるためのもてなしをしているわけです。もし、あなたがアブラハムだったら、そのような旅人に対してどのようなことをするでしょうか。 アブラハムは最初にあるものを持ってきました何だと思いますかそれは水なんですね最初に水を持ってきて飲ませましたそして足を洗いました手作りのパンヨーグルト牛乳 牛肉が入った料理を用意しましたアブラハムにはたくさんの密使いがいましたがそれをアブラハム自らの手で運んで彼らに食べさせましたこれがアブラハムが行った旅人に対するもてなしでしたもてなしについてまとめましょう。もてなしとは 大切な友達として招くことですまあ今コロナですからできることは制限されていますでもコロナだからこそ人々は不安になりもてなしの必要は大きくなっていると私は考えています自分の家に招くことはできませんが まあ温かい心で接するということは大事なのではないでしょうか2010年に私たちの教会はここに新街道を建てましたその後10年間近所の人たちがなかなか教会に行きませんでした私たちはとても悲しく思いまたよくお祈りしていましたそんな時にに 小学生が来るようになったわけですねそして私は彼らを温かく迎えて名前を覚えるようにしました毎日小学生の子どもたちのためにお祈りしているわけですねその時におえられいたのは子どもたちのことを本当に愛して名前を忘れないということですね。 子どもたちは自分の名前を呼ばれるととても嬉しく思います。そして一緒に遊んであげると、ああこのおっちゃんは私たちを愛してくれているんだな、そのように思います。そしてその子どもたちを通していろいろな大人たちと良い関係が今できるようになりました。まあ今はですね、もう毎日小学生が4人5人 集まってきて一緒に遊んだりしていますそして月に一回私たちは子どもたちの集会をしていますけどもそこにですね近所の子どもたちがたくさん集まるようになりましたまあそのことを通して今日のお箇所もてなすということがいかに大切なことなのか私は神様から 教えられたような気がします皆さんはどうでしょうか愛するということコロナの中でどのようにしていったらいいのかということを私たちはもう一度祈ってみませんかお祈りをいたします父なる神様私たちは愛するということを軽視していました イエス様が愛の人であったように私たちを愛の人にしてください条件付きの愛ではなくキリストの愛に満ちた人にしてくださいイエス様が罪人のために十字架についたように私たちも犠牲を払うことができますように主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 아멘. 皆様お元気ですか一幕西宮教会の坂口です世界は今病であり争いの中で非常に困難な状況にありますまた私たち一人一人もそれぞれが病であり問題を抱えていて大変な状況の中にあるかと思いますけれどもイエス様はそんな状況の中でいつも喜んでいなさいと語られました今日は苦しみの中の喜びということで 第一テサロニケから学びたいいと思いますテサロニケの教会はパウロが3週間伝道しそこで信じる人たちが起こされて教会がスタートしましたしかしパウロそのテサロニケにいたユダヤ人たちに迫害を受けその地を離れることになってしまいますですからパウロは非常にそこに残したクリスチャンが心配になっているわけです。テサロニケのの教会の人たちは 悪いいいユダヤ人に迫害を受けていないかまた3週間という短い期間しか指導する時間がなかったけれどもこの教会の人たちはちゃんと成長しているだろうかそこで手も手を使わしてパウロは教会の様子を報告させます結果とすればこの教会の人たちが信仰と愛を持って進んでいるんだ喜びの報告をパウロは聞きます。ただ 再臨のことで間違った考えを持つ人もいるまそういった報告を受けこの手紙を書くことになりますですからこの第一テサロニケはパウロがこのテサロニケの人たちをどのように大切に思っているか彼らに対する深い愛に満ちた手紙であります一章一節パウロシルワの手もてから父なる神と主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ 恵みと平安があなた方にありますように2節私たちはあなた方のことを覚えて祈るときあなた方すべてについていつも神に感謝していますパウロ感謝から始めています迫害があって大丈夫だろうか再臨のことで間違って理解してるけれども大丈夫なんだろうか書きたいことであり心配はたくさんあると思いますけれどもパウロは祈りと感謝から始めますとても大切なことです 英語の聖書などを見てもらえば4節までが一つの文になっています、えー、では3節4節を見ていきたいですけれども、えー、3節「私たちの父である神の見舞いにあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれたローク私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです」「信仰から出た働き愛から生まれたローク 望みに支えられた忍耐、信仰と愛と希望がセットになっています。信仰からの働き、救いは信じるだけです。働きは関係ありません。けれども信仰に入れば必ず働きが伴います。読めばそれは愛から生まれた老苦なんだとも想像できます。老苦、労死苦しむこと。 ただの働きでなく心に重荷を持ちながらまた自分の身を削ってでも大切相手を大切にすること口先では愛することができない具体的な行動が伴いますさらには望みに支えられた忍耐ローマでこのようにあります「苦難さえ喜ぶんだ苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し 寝られた編成が希望を生み出すからだこの希望は失望に終わることがない苦難と希望はいつもセットになっています望みがあるクリスチャンは望みがあるだからこそ忍耐できます信仰と希望と愛いつまでも続く大切なものそれがテサロニケの人たちは表しているんだたった3週間でテサロニケの人は良い証しが立ったわけであります 1> 1章4節神に愛されている兄弟たち私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。救いに預かる人それは神が選んだととうことですもし私たちが自分で神様を選んだそういうふうに思っているのであれば試練にあった時こんなつらいんだったら神様信じるのはやめようそう思ってしまうかもしれません。けれども 神様が私たちを選んでくださいました信仰がダウンしてもうダメだめだ私たちがそう思ったとしても神様は手を伸ばして私たちを引っ張ってくださっています自分の力ではありません試練の中で神様は脱出の道を与え最善の道を私たちに歩ませようと進めてくださっていますさらに言うと神様に愛されていない人は誰もいません その意味では神様から選ばれていない人も誰もいないただこの神様のことを知らないだけでありますですので私たちは伝道していく必要があります1章5節私たちの福音は言葉だけではなく力と聖霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからですあなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかは あなた方が知っている通りです福音が届くそれは御言葉がまず大切でありますそしてそこに力、精霊、強い確信、それらが働いたときにこの福音が届いていきます御言葉、神様の言葉パウロはテサロニケにおいてこのように伝道しましたキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったのです 私があなた方に述べ伝えるこのイエスこそキリストですこのように十字架と復活を大胆に宣言しましたそしてそこに精霊と強い確信が力と精霊と強い確信が働いたわけであります力デュナミス、えー、大きな力ダイナマイトの語源とも言われています奇跡とも訳される言葉ですけれどもありえないような爆発的な力であります 十字架の言葉は滅び,滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です救い主が十字架で殺されるなんてみじめありえない自分を救えない人に私たちが救えるか普通が普通に聞けば愚かな話でありますただそれが私たちを救う奇跡的な神の力でもありますさらには聖霊様三位一体の神様私たちの うちにいてくださるお方でありますがイエス様の思い心を私たちに教えてくださいます肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安です私たちに聖霊様は命への希望神様にある平安を与えてくださいますそして強い確信実際にイエス様と人格的に交わることで強い確信が得られます ヨハネはこのイエス様に触れることができたパウロもイエス様が地上におられるときには関わりを持ちませんでしたがダマスコでイエス様が語りかけてくださってその声を聞きました呼べば答えてくださるお方祈りに応えてくださるお方この生きて働くイエス様を知ることが私たちに強い確信をもたらしますこの方とお出会いすれば人生が変わります パウロは迫害する者から宣教する者へ変えられました1章6節あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ私たちにそして主に習う者になりました苦難の中で彼らは喜んで伝道し御言葉を受け入れ伝道していったんだ迫害され普通は喜べません けれども、聖霊様が働いてくださったとき、喜びに変わります。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。また、御霊の実は愛・喜び・平安とも言います。御霊様が働いたときに、私たちに喜びが与えられます。ですから、喜びでを持って歩むためには、 御霊様が喜ばれないそういったことを避けていく必要があります不貧乏であり不信仰であり御言葉をないがしろにすることまた立法的になることも避けていきたいと思いますこのようにして御霊様が働いたときに私たちのうちに天から与えられる喜びと平安が私たちを導いてくださいますテサロニケの人たちは神様から愛され選ばれたものでありましたそれでも試練に遭いました その中で聖霊様が働いてくださるとき彼らに喜びを持って御言葉を受け入れさせさらにはパウロのために伝道するものに変えていかれました私たち自身もどうか本当に聖霊様の働きによって喜びを持ちこの試練の中を歩ませ続けていただきたいと願っております神様ありがとうございますこのようにしてテサロニケの手,手紙から学ぶことができました どうか聖霊様が豊かに働いて、私たちに喜びをもって導く与え続けてください。感謝します。尊きイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。 CGNTV をご覧の皆様再びこの番組を通してお目にかかることができまして心から感謝を申し上げます福島県郡山市キリスト愛の福音教会牧師を務めている坪井英光と申します前回も触れましたけれども CGNTV の「 見言葉に聞く出演をさせていただきますのは2008年当時に一度第1期それから2013年から2015年にかけて第2期そして今回第3期目また担当をさせていただきまして心から感謝をしています。 第一期目と第二期目の間には東日本大震災が起こりましたそれ以来本当に多くの方々に福島のため覚えてお祈りをいただいておりますこと重ねて感謝申し上げます私たちは福島という放射能災害にさらされた 10年以上を過ごししてきましたその中で神様の御心を求めそしてこの方の願いに応えていきたい切なる思いを持って年月を過ごしてきましたそのような中で導かれている聖書の箇所これも以前一度同じように「御言葉に聞く」の番組の中で 採用した聖書の箇所ですけれども、再びお読みしていきたいと思います。ヨハネによる福音書二章二十三節から二十四節途中までです。春越しの祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々が イエスの行われた印を見てその名を信じたしかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった多くの人が信じたと書かれています人々が救われることを願い求めているお互いですからこのような聖書の箇所に出会うと本当にエキサイティング 心燃えますああ素晴らしいことが起こったんだというふうに感じる方々がいらっしゃるのではないでしょうかけれどもこの様子を見てますととてもユニークな聖書の箇所だなというふうに思います。印,印を見て信じたという,ふうに 今日の聖書の歌詞を書かれてありますけれどもギリシャ語ではスメイオンという言葉が使われています。もともとは「狭いの」「示す」「知らせる」「告げる」という意味の動詞からこの名詞が作られているわけです。辞書的には次のように説明されています。 特に奇跡的な印確信するため裏付けるため権威づけるため与えられるものそのような要領に従い「新約聖書」では「主ご自身」とその永遠の目的を権威づけるため何十回と用いられている特にただの人間には介在して真似できないものとして用いられる。 といいう,うに説明されています新火薬聖書の脚中では「証拠としての奇跡」と記されています。メ「メシア」「メシア」「救い主」「キリスト」でしかありえないようなことがなされました。それを見た人たちが信じました。それは癒しでしょうか?「あくれおいだしでしょうか?」パンを 人々に配ってみんなが満腹したそのようなことも聖書の中には記されています印を見て信じたという人たちがこうしていたんだということが書き記されていますところがこの信じた人々に対してイエス様ご自身はご自分をお任せにならなかったと 記されています新共同訳聖書あるいは日本聖書協会共同訳聖書では信用されなかったというふうに書かれているわけです。人々が信じたという時にエピステウさんピステウオという動詞の過去形ですけれどもエピステウさんという言葉が使われています。 たやお任せにならなかった信用されなかったという時に原文を見ると「エピステウェン」原型はやはりピステウオつまりイエス様はご自分をピステウオした人たちをピステウオしなかったというふうに記されているわけですイエス様は群衆をご覧になった時に かわいそうに思われて心を砕かれましたけれどやがてそのような群衆が十「十字架につけろ」「十字架につけろ」と言ってイエス様を引き渡した引き渡されたそのイエス様に対してそのように,十に「十字架につけろ」「十字架につけろ」と叫ぶようになっていったんだということが。 ここにに聖書の中には記されていますかたやイエス様に突き従った弟子たちには「イエス様は最後まで愛を示されました」「弟子たち最初から物分かりがよく出来上がった人々ではありませんでした」けれども「ヨハネ福音書13章」1節書かれてあります。 イエスはその愛を残るところなく示された。「新化薬聖書第3版」そして「新化薬聖書2017」では「彼らを最後まで愛された」と書かれています。そして15章においては「私の愛にとどまりなさい」と命じられイエス様は重ねて弟子たちに命令して「 福音宣教を委ねられました聖霊様を注がれ使命を与えられましたこれが群衆と弟子の違いです前回神様がご自身神であるというアイデンティティを持つために神の民が必要とお伝えをしました民に世話を焼いてもらうためではない存在そのものが大事なんだということを お伝えしましまたけれどもその神の民の中身は弟子であるというふうに信じます。弟子として信じ仕え従う兄弟姉妹クリスチャンが神の民としての選びに預かっているということを言うことができるのではないでしょうか。私たちの中でも 奇跡的な経験をきっかけにして信仰を持つ人がいます。病気が治った、悪霊が出ていった、死人が蘇った、そういう場面を通して信じる人もいるでしょう。けれども、びっくりするような出来事を通して、ああ、いいことがあるという群衆心理ではなく、ペテロの説教、やがてペテロの説教で、 戒心した人々のように心さされ悔い改め洗礼バブテスマを受けられるようバブテスマを受けられるようなそんな人々となられますようにイエス様の名前によって祝福をいたしますこのメッセージを聞いている方の中で洗礼を受けてない方がおられますか洗礼を受けましょうイエス様に 従う決心弟子となる決心をしていない人がいますか弟子となりましょうお祈りをしますイエス様あなたが招いてくださってありがとうございます右往の衆ではない群衆ではない弟子としてあなたの愛を傾けてくださることをありがとうございますあなたの愛に応えて生きるものと ならせてくださいイエス様の名前で祈りますアーメン